10月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて190円と6銭高い 29,215 円52銭でした。日経平均は反発ということになりました。トピックスは 7.34 ポイント高の 2026.57 ということで、こちらも上昇しました。ただ値上がり数値下がり数、値下がり数もそれなりにあります。値上がり数全体の 51% に当たる1115銘柄が上昇、下落したのは全体の 44%、 962銘柄ということで、1100対900ですから、それなりに売られた銘柄もある、ただし値上がり数の方が多く、指数もこじっかりといったところでした。新興市場マザーズ指数が 25.25 ポイント 2.2% の上昇、日経ジャスダック平均が20円と18銭高 0.5% の上昇ということで、新興市場も両指数とも上昇していまして、東京市場主要な4指数は全て上昇でした。日経225冷やしチャートです。日経平均は昨日はやや足踏み感のある動きだったんですが、再びじわりと上を目指すような動きとなっています。このオレンジ色の線が25日移動平均線でありまして、25日線に突っかけるような動きとなっています。日経平均株価上昇率にしますと 0.6% の上昇でした。今日は為替市場ですとか海外市場も特に大きな動揺は見られませんで、それなりに東京株式市場の邪魔にならなかったと、そうした市場であります。ただし、強い買い材料といったものは、なかなか出てきませんで、ぐいぐいと上に行くという感じではありませんでした。こうした中で材料ベースで動いているところをご紹介しましょう。下落している方です。7012川崎重工ですね。川崎重工も市場全体の動きと歩調を合わせるかのように、このところ戻り足が鮮明だったんですが、今日は一気に売られています。こちら、ワシントンで地下鉄事故が、脱線事故があったそうで、その車両を川崎重工が作っているということであります。アメリカの運輸当局が、同型の車両ですね、同じような車両を全て検査するようにという、要求要望を出してくるんではないかと、そのように報じられていまして、今日は、売り物が殺到しています。川崎重工は182円安 6.5% の下落となりました。一方でこちらですね、1605インペックス、昔の国際石油開発定石という銘柄ですけども、こちらこのところ、原油相場の高騰を受けてそれに連動する格好で上がってきました。昨日ちょうど1000円の節目を超えたところで、今日も原油やや上げ止まっているということもありまして、今日は反落、39円安 3.8% の下落でした。今日の東京市場、特段大きい買い材料も売り材料もない中で、アジアですとか、香港ですとか台湾ですね、このあたりの株価指数がそれなりに堅調に推移しまして、東京市場も邪魔されず、どちらかといえば買い物先行と、そうした動きになりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。